どうも、タバタブラザーズです。兄の石です。本日もですね、高校野球裏話について、高校野球についてお話ししていきたいなと思います。はい、夏の甲子園シリーズ随分こすらせていただきましたが、ちょっとそろそろ僕もお腹いっぱいになってきて、飽きてきました。というわけで、もう新チームがね、秋の大会始まってます。はい、これはね、本当に皆様が想像してるより重要で、秋の大会というのは春の選抜甲子園に向けて負けられない戦いでありますし、新チーム始まって早々の大会なので、やっぱり未完成な新チームっていうのが多いんですよね。だから秋めちゃくちゃ強くても春の選抜大会めっちゃ弱いみたいな面白い現象が起きたりするんですよね。でもこの秋のめちゃくちゃ強いチームっていうのを探していこうという動画なんですけども、まあ、今回参考にするのは組み合わせが出ました。はい、各地域はある程度組み合わせが出てですね、はい、まあ1回戦終わってるとこもありますわ。だから今のところ僕はそれだけを参考にして、今回、大注目の関東神奈川県大会を予想していきたいなと思います。いやー、でも神奈川のね、そう組み合わせ見とったんやけど、注目校が多すぎて、なんかやりづらいよな。神奈川の人ってみんなどこファンなってんの？これちゃんとなんかこう絞ってんのかな？ね、僕なんかこう絞りきられへんというか、まずはね、注目すべきところは、まあ、もちろんもう横浜と東海大相模は一旦置いときます。それを置いといて考えた上で、僕が注目しているのは工場と武装高校です。はい、この2チームっていうのは夏の大会で、横浜と東海大相模と両方とね、もうたまたまこう当たったわけですよ。だから早めに潰し合いしてたら決勝で当たってた可能性もあんのに、ちょっと組み合わせのあやというか、もしかしたらっていうところもあったんやけど、この2チームっていうのは注目してます。で、調べました。工場と武装、どんな感じやねんって。やっぱりでもね、ちょっとこの2チームっていうのは3年生中心やったんですよね。だから、武装の方がまだ期待できるんだけど、工場は、ちょっと、もしかしたら出来落ちかもしれない。力を発揮すんぞっていうのにはちょっと厳しい。やっぱ横浜相模のこの下級生強すぎて、ちょっとレベルちゃうかなと思いました。その他に目を向けると、やっぱり東光学園、慶応、いろいろありますよ。組み合わせを見ながらですけども、慶応がもしかしたら上がってきそうじゃないですか。あとは東海大相模は、勝ち上がっていくと桐蔭学園と潰し合いとかになるのかな、これ。だから結構ね、この神奈川大会の組み合わせ見てると、なんか僕のイメージ的にばらけたなっていうイメージで、まあ、横浜と東海大相模は決勝でしか当たらないんですけど、その神奈川大会今年注目してほしいのが、スーパーシードという関東にはね、素晴らしい制度があって、今回神奈川に与えられます。で、神奈川の優勝チームに与えられるんですよね。スーパーシードなんぞやという、またこれ別の動画でも説明しますけど、関東大会で1回勝てば甲子園確定するっていう、わけわからんえぐいぐらいの制度あるんですよ。まあ、その代わり、2回戦出場なので、対戦する相手は1回勝ってる相手と対戦するから、そこの勢いは防がないといけないんですけど、っていう制度が今年神奈川に与えられるんですよね。災害や火災からあなたを守る消防設備、私たちにお任せください。日々の点検は安全への第一歩、防災通信工業です。なので神奈川は関東大会3チーム出れて、1チームがスーパーシード権っていうのもらえます。はい、だからこの3チームをしっかり当てていくっていうところが大事で、ほんで東海大相模と横浜は本当にね、このもう別格です。全国的にも俺は勝てるチームで、これ以上のチームないと思ってるぐらいエグいんですよ。だからもう置いといてます。だからこいつらワンツー決めてください。で、3着目を当てないといけないんですけど、
3着目って言う言い方悪いな、3位をチーム与えないといけないんですけど、3位はこの組み合わせから見ると可能性あるのは桐光学園。うわ、工場どうなんやろな。工場と横浜隼人とかこの潰し合いなんですけど、ここは結構僕はね甘いと思ってんすよね、これ、うん、桐光学園か工場にしときましょうかね、3位決定戦。うん、まあ桐光学園もね、僕は夏の戦い見て悪い戦いではなかったんですけど、お互いまあ山を越えないといけないっていうのは、桐光学園は慶応と対戦するしですね、まあまあまあ他のチームもね強いとこあるし、秋やから何があるかわからないんですけど、まあちょっとでもね秋はピッチャーが良かったり守備が上手かったりするチームが勝つから、慶応とかって多分あれですよね、去年左右のエースがいてて負けましたよね。なんかちょっと優勝してからまた今の世代じゃないんかなって思ったりはする。なんか大体5年周期ぐらいなんで、忘れた頃に KO ってくるから、まあだからその神奈川スーパーシード絡みながら3位目を皆さんも注目してほしい。ワンツーは絶対こけないっすね。うん、これは多分、うん、レベル高いと思う。まあ神奈川大会はそういう感じでですね、注目しております。皆さんもね神奈川予想を教えてください。神奈川はあれなんですね、組み合わせシャッフルないんですね、このまま行くんですね。まあでもこの動画多分9月中に上がってると思うんですけど、今年は神奈川は僕はやっぱ横浜相模置いといて考えても2強かなっていう。だからどこもだからベスト4で相模と横浜確定してる、あと2チームを当てましょうっていう神奈川の予想の仕方やと思うんですけど、うーん、まあ工場と武装って言いたいんやけどな、武装がねその組み合わせ的に横浜と潰し合いをするんですよね。うん、でこの秋の段階ではやはり横浜のあの速いピッチャー打てへんのちゃうかっていう予想ですね。準々決勝で武装対横浜当たるっていう、だから武装が一番まあなんかその3位争いの中ではくじ運が悪かったっていう感じですかね。うん、でくじ運が恵まれたのはやはりまあ相模もなんかこれパッと見恵まれてますよね。決勝まではね、あ、桐蔭学園負けてるんや、あかんやあかんやあかんや、何を言うてんねん。桐光はまあ勝ってると、相模が一番恵まれたんじゃないこれ、決勝までは硬いよ。まあだからスーパーシードなので、その優勝するかせへんかでかなり変わってくるんですよね。で僕はまあ神奈川大会の優勝をまとめると、横浜が優勝、準優勝が東海大相模、3位が工場か桐光学園、はい、これがだから僕は出てくるんじゃないかなと思います。はい、3位まではちょっとわからんわ、さすがに。だからベスト4はそういう感じの予想とさせていただきます。まあ神奈川大会ね、本当にどうでしょう、関東では一番注目されてるチームということで期待しておりますし、なんていうかな、1回戦横浜ね、試合した瞬間500人の観客が集まったりだとか、ちょっと意味わからんインフレ現象みたいな起きてる、でもそれぐらい注目されるべきチームやと思ってるので楽しみに見ていきたいなと思います。タバタブラザーズの予想は予選はあまり参考にしないでくださいね。はい、しかもこれ秋ですからね、あのおっさんこんな予想しとったなって野球観戦の時に少しでも頭の片隅に入れていただければなと思って動画作成しておりますので、それでは皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。